け、みんな集まって、もう濡れてもいい格好だね。あ、着替え持ってきます。オッケーオッケーオッケー。お前何洗礼受けんの？僕自分で洗礼します。お前ただ自分の体を見せたいだけ。オッケー。今日はちょっとじゃあ自ら今日のこの洗礼式のあなたへの思いを意味合いをちょっと分かち合ってくれる、はい、名前を自己紹介して。改めまして宮崎あかりと申します。大学4年生の時に就活を機にイエス様に救われました。聖書は就活だけじゃなくて人生のあらゆる問題の解決策が載ってるよって言われて、本当にしんどい時に祈って開くとっていう言葉が与えられて、あ、神様は真実なんだなと思いました。ただ洗礼を信じたら受けるものだと、キラキラした顔をしながら洗礼どうって言われて、その時はその洗礼が何たるかも本当に分からず、自分に死んで神様に生きるっていうのも分からず、どういう感じで過ごしてきたんですけども、今本当に改めてまたこの十字架行進を通して本当に神様の道を歩ませていただきたいなと思って、再度宣言を受けさせていただきたいというくだりです。はい、彼女は進学校に今行ってて、将来は牧師になる道を歩んでて、で聖夜っていうのも十字架行進で、夢の中でイエス様に出会って聖書を読むようになって、で十字架行進に洗礼を受けて、で彼らお互いに信仰的に支え合ってるんだけど、今日は彼女が来て、そういう意味で自分の意識に基づく洗礼式、自分の神様への自分の中にある信仰を儀式を通して表したいということで、全身で洗礼を受けたいというので、この辺りに向けた。こっちで見よう。あなたはイエス・キリストの罪からの救い主を信じますか？私はあかりを父と子と聖霊の御名によって洗礼バプテスマをさせています。アーメン。ハレルヤ。神様、あかりを感謝します。彼女の信仰の姿勢を感謝します。あなたは彼女を麗しく受け止め、彼女を栄光を表す草として用いてくださることを感謝しています。強く大きくあれ、私はお前と共にいる。私は決してお前を捨てず、お前と共に絶えずいる。私はインマニエルなる神、いつもお前の中にいて、生きて働いてお前を支えて導く。私はよき羊飼い、私はお前を緑の枕にさせ、憩いの水のほとに伴い、お前の魂を生き返らせ、義の道へと導き、お前を通して私の声を表す。感謝します。イエス様の尊い名前によってこの一言を感謝してお祈りします。アーメン。ありがとうございます。ハレルヤー。